黒い何か。仲のいい友人4人で、2月後半、滋賀県の琵琶湖に行った。高校生活も終わって、地方に行くやつ、就職をするやつ、進学をするやつと、それぞれが違う道に進んで、なかなか会えなくなるだろうということで、思い出作りに自転車で行ってみようということになった。出発日、集合場所に着くと、二人はすでに来ていて、私合わせて3人。あと一人、D が待っても来なかった。その当時は、ポケベルが普及していた程度で、携帯電話なんてまだ普及しておらず、公衆電話から D の家に電話をした。電話には D が出た。どうしたん？みんなもう集まってるよ。今日、行かれへんわ。その時の D の声は、消え入りそうな声だった。まさに病人のように。実はその日、私も少し風邪気味で、微熱での参加だったのだが、二度とこんなことはできないだろうという思いから、ちょっと無理をしたのを覚えています。私は心配そうにこちらを見ている二人に、今日 D 調子悪いってどうする、声がしんどそうと言うと、二人は明らかに嫌な顔をしたけど、 D は置いていこうということに。まあゆっくり休んでくれと D に伝えて電話を切った。若干出鼻をくじかれた感じがしたが、気を取り直して琵琶湖に出発。国道1号線をひたすら京都方面に走り、昼過ぎに大阪を出発したのだが、夕方には京都に入っていた。国道を逸れて山越えさえすれば滋賀県。慣れないことをしているのでかなり疲れてしまい、山道を自転車を押して歩く結果に。前からロードバイクの自転車が走ってきた。四五台とすれ違ったとき、あれ？と違和感を感じた。先頭を行く S が、今の人、めっちゃ D に似てたな、と笑って言いました。私が感じた違和感はそれか、と思った。D やったらめっちゃ笑けるよな。調子悪いって言って絶好調な走りやったやん。すると S は不思議そうな顔をして、え？走る？いや、座ってた人やで。私は、そんな人いた？俺、見てへんわ。疲れて自転車を押して坂を上がるとき、確かに下ばかり見ていたのだが、人とすれ違ったら大きな道でもないのに、いくらなんでも気がつくはず。からかわれていると思った私は、嘘つけ、そんなやつおらんかったわ、なあ、と最後尾の F に問いかけた。だが返事がない。F は10メートルくらい後方でへたり込んでいた。私は、大丈夫かと言いながら F の方に近づいていった。F は顔面蒼白で、心ここにあらずといった感じ。どうしたん？と問いかける私に F は、お前、さっきの民家ったん？ D がおった。ああ、なんか似た人が座ってたって S も言っていたけど、俺は見てないねんけどな。俺も、あれ？と思って、なんとなく近寄っていったら、
急にさっと消えたんだ。え？消えた？心配になって下ってきたSが。なあ、ここに座ってたやんな。と F に問いかける。何度もうなずく F が、その時壊れたおもちゃみたいで何か嫌だった。もともと山の中だから暗かったのだが、空が曇りだし、しかも夜になりかけていたので、とにかくこの山を越えようということで、再び三人は動き出した。無事に山越えを果たし、ふもとのコンビニから D の家に電話をかける。さっきの一件で D に何かあったのかもしれないと F がしきりに言い出したからだ。電話には誰も出なかった。D は体調が悪そうだったから病院にでも行っているのではないかという結論に達し、また一、二時間後に電話をするということにした。琵琶湖の湖畔を三人で走る。もうすっかり夜になっており、運悪く雨が降ってきた。今は亡きお化けホテルも取り壊される前で、フェンスの向こうに怪しく佇む建物を、三人はある意味感動して眺めていた。雨で視界が悪く、寒くて、体力もかなり奪われた状態で休憩場所を探した。あたりは、寮村のような雰囲気で、公民館的な場所を探しても見つからなかった。仕方がなく、もう少し走ってみようということになって、走り出した。気がつけば、大きい国道を走っていたつもりが、どんどん細い道になった。右手には琵琶湖が見える。街灯もない真っ暗な道を、三人は無言でひたすら走った。トンネルを通った。明かりは全くない。30メートル程度のトンネルなので、あまり必要はないのだろう。トンネルに入った途端、先頭の S が急ブレーキで停車した。それに続いて二人は停車。どうした？なんかわからんけど、誰かが飛び出してきた。真っ黒いのが。三人で周りを見渡す。誰もいない。両脇はトンネルの壁。道幅は車が普通にすれ違う程度なので、そんなに広くはない。何もないよ。疲れているから、目の錯覚だって。行くぞ。そこからは私が先頭を走ることに。トンネルを抜けて、もう一つ同じようなトンネルに差し掛かった瞬間、右の方を黒い何かが通ったように思えた。私は構わず走った。トンネルを抜けると、さらに道は狭くなった。右手に琵琶湖が見える。ガードレールの向こうは草が生い茂っていて真っ暗だ。突然草むらがガサガサガサッと揺れたというか動いた。なんだか怖くなってスピードを上げた。ガサガサは追いかけてきた。というか並走している。風よりももっとはっきりとした何かが並走している。私は何が何だかわからなくなって、とにかく逃げることしか頭になかった。ぐっと、スピードをさらに上げようとした瞬間、前からものすごいスピードで光が向かってきた。やばい、と思った。ふと体が軽くなって、音がなくなった。気がつくと自転車を漕いでいる。前方に誰かの姿が見えた。だんだん近づくにつれて、
そいつが道の真ん中までゆっくり動き、両手を広げて立った。ちょうどハグするような感じか、子供が通せん坊をするときのポーズだ。気持ちではどけっと思ったが、足が勝手に止まって手がブレーキを握った。顔はわからなかったが、それが D だとわかっていた。私は来た道を引き返すことにした。ここで記憶が終わっていた。気がつくと私は病院にいた。目だけで周りを見ると誰もいない。ドラマのように両親や兄弟が見守る中でというのはあまりないんだなと後で思った。かなりの時間が経ってから両親と姉が来た。その後 F と S も来た。二人とも泣いてた。みんなが帰った後、D が一人でやってきた。お互い一言も話さず、ずっとその空間にいた。D が帰った、というか消えた。私は謎のガサガサの後、車にはねられてしまいました。医者的には、助かる確率はものすごく低かったらしいです。D は出発前に私が電話をしたタイミングですでに亡くなっており、電話に出たのは誰だという疑問もあります。あまり書くとあれですけど、死因は癇癪の発作が引き起こした落車からの溺死で、頭部の損傷がひどかったようです。私たちとの待ち合わせ場所に向かう途中でのことでした。ちなみに、ガサガサ人に S と F は、後ろから私を見ていたのですが、黒い大きな影が草むらから私にかぶってきて、その瞬間、車と接触したとのこと。D が私を連れて行こうとしたという噂も立ちましたが、私は決してそうではないと思っています。夢かどうかはわかりませんが、当選簿をしていた D らしき人は、よくよく考えると、こちらには来るな、ということだったのだと、勝手に理解しています。無事退院後、真っ先に D の家にお線香をあげに行ったとき、玄関を開けた瞬間、D が後ろ向きで座っていて、シャレにならないほど驚いた。おばさん、D が、と言うと、D のお母さんは、あんたからも、はよう成仏しやって言ったって、と言った。帰りに私の靴がいくら探しても見つからず、D の靴を借りて帰った。そういえば、昔はよく靴の隠し合いとかをしたな、と思った。まあ、おばさんが隠していたら、それはそれで怖いんだけどね。